どうもこんにちは、いくちかです。今日もいかんないやっていきたいと思います。な感じで今お茶を飲んでだいぶ元気になってきたいくちかでございます。あったかいね、なんか気持ちも温まるよね。そんな感じで今日も頑張っていきましょう。まあ勝野くんだね、小田くんでまいります。今日先発小滝くんです。いきましょう。しゃがし始まりました。秋の地区大会2回戦でございます。ここ勝って甲子園確定させましょう。いやー前回ねまだ甲子園に借りを残してきてますので、ここ勝ってしっかりと甲子園行って決勝で勝って春こそ勝ちましょう。そんな感じで今回の総合戦略、でございます。何いじめですかこれは。なんでさこう重要なところに重要なところで来るのかね。見ていきましょう。日々の早期 F バント効果打法、ムードバツね。オッケームードバツ了解。クイック D、 なぎさちゃんだね、超なぎさちゃんだね。あとはソキ、まあ走れるかな、走れるかもしれん。行きましょう。ピッチャーもまあまあ強いな。でもまあ総合戦力 A だね、さすがだね。で能登くんでしょ多分出てるの。あ長いか、長い、やめとこう。走らない。センター返し、あだから手が痛い。オッケー行きましょう。オッケー走れ回れ回れ、能登回れ、勝つのも二塁までいけ。オッケーこれで、あーせいやーしてくれれば1点返して、お願い。 OK、 2点、3点、そして2点。おそらくクリリンです。いいね、強いね。もうクリリン星400いってますもんね。で、もう1点は長いかな。長いじゃない、誰がもう1点。ノートーノートの君ナイスだね。でまあ小竹君は最低限で抑えてくれれば今日はいい。頑張れ。まあせめてクオリティスタートぐらいでいいや。6回3失点で抑えてくれれば俺的には満足。頑張れ勝つの。今のでも打てる気がしないけど、オッケー打てた。入ったギリギリ。いや見てクリリンもホームラン打ってる。完璧。このクリーンナップ完璧でしょ。これは強すぎる。超スローボール投げられてる。超スローボール。おもう一本いった勝つの。今日大活躍。小竹はこのままこの回投げ切ってくれれば OK。 この回をせめてあのランナーを返しても OK だから、せめて6回3失点で抑えてくれればもう完璧。もう先発の死の仕事は先発しての仕事はね最低限果たしてる。だいぶあのランナー返すのまでは想定済み。 OK、 7回まで投げれる。ゲッツーシフトでいくか。いや、ここまで行こう。一足まで投げろ。小竹頑張れ。あーダメかー、ごめん。7回4失点。まあ7回4失点悪くない。あでも左し、あれだ、今低め C だ、低め5だ。さすがにここまで行こうか。じゃあここまで切れたらもうかっこいいと思う。4番だからね、4番と攻めて勝ってから OK 4番に勝ってから降りたかったよね。7回まで行くか。 OK、 臭いところで行きましょう。 OK、 オール臭いところで行こう。 OK、 ピッチャーライナー。 OK、 ナイス。7回4時ってマジ上出来すぎる。でワンアウト2塁で能登君と、ここはとりあえずラッキーボ次第ですね。ラッキーボパワーヒーター、パワーヒッターついたなら流すしかない。広角打法持ってるで行っちゃって、まあ最低限守備だ。おっそペン直、パン直、ナイス。いやお前お茶作ってた。なんかめっちゃこの応援歌かっこいいね。はい行きましょう。引っ張りましょう。帯も才能開花使ったんで頑張って勝つの。今日はなんか引っ張りが合ってる気がする。合ってなかった。せいやー、あーやーノーマド一塁。ギーはここ打たないとあれになっちゃうよ、成績下がっちゃうよ。とりあえず大室カード切ります。走ります。 OK 余裕、三塁までいけるよ。でここはどうしようかな。大物下げの宮前でいきましょう。宮前も一応足速いからね。でラッキーボール、ロボヒが一番まずい。転がせでいこう。 OK いいね、3割キープ力で。ギーマも下ろそっか。で長を出してここ走ります。 OK 余裕っす。でここもうちょい走りたいんじゃない、出したんじゃない。山岸でいい。ピッチャー出しときたいかな。また出し忘れるとかあるもんね。OK、大橋君出しとこう。で、ファイト一発。どうしようかな。転がせでいこうかな。一本行こう。ああ、ダメか。いや、広角ついたか。
岩尾ちょっとさ打たなさすぎじゃない、ちょっと2割1分2厘はお兄ちゃんちょっと悲しいよ。頑張れ、ちょっと打とう、ちょっと打とう、マジマジ打たない打たない。小竹ここで代打、大村でいきましょう。大村君ここで輝く男よ、きっとここで輝かなきゃあれだよ、来年の夏ベンチにないよ。頑張れ、マジ全然輝かない。オーケー全員出せた、オッケー、相手も代打出してきた。ここで今切るのは前回で言ってくれるのが高柳よ。頑張れ、いけ、伸びを見せ、あ、もう一人とこ、もう一人とこ、元気出して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 、もう一人、オッケーいいね。皆さん最後カーブだった、そこでカーブ要求できるのとってやっぱやべえな。どっかは見て、このアンダースロー、レイ君だよ、レイ君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 、オッケーいいね。今ファーストはクリリンです、ラストはエース、今日不調で後から出てきたエース。まあこういう戦いができるのもまあうちのここの強みっちゃ強みだよね。あとはもう順調に来てもらって、小塚 は初めての盆栽で 3球週目に行こうとしているピッチャーでございます。なんか割と小塚君はいつもと違う感じで育てたい、頑張ってる、いいね。いや今日は勝の栗原デーですね、勝つのが栗拾い、頑張りました。4打数3安打4打数3安打と、この上位打線がやばいんだよな、下位打線打ってないの全然目立たないもんね、すごいよね。まあみんな頑張ってくれました、よく頑張ってくれた。こんな感じでドラフト会議までやっていきましょうか。特に何も赤得ついてない、 OK。 でこのままドラフト会議までいきます。やった、練習効率上がってんだけど、そういえばギーマじゃない、ギーマ、お前今お茶飲んでた、ギーマナイス、ギーマの真面目な姿勢柄ってありがとう。こんな感じで投稿練習に使っちゃいましょう。じゃあそれならね、先にアイドルを見る、前回じゃない、次回とうとうオフシーンでございます。皆さん毎度毎度のスカウト会でございます。もうね、そこでご期待して、また次回見ていただければ私猛烈に嬉しいでございます、嬉しい限りでございます。ドラフト会議、お前ちょっと待って、ど忘れした3年生、あー林とかか、林ホークスとか言ってくれたらいいんだけどさ、どうせ元々の球団行かないんだよね。まあこの辺も楽しみにしながら行きましょう。ここ早送り、はい、2013年ドラフト会議でございます。1財前が楽天、林西武、地元に来やがった、地元に行った、日ハム今津、阪神赤井、出川が行った、出川しかも1位で行った、1位で行っちゃったよ、すげえ1位で行っちゃった、なんか予想外でございました。そんな感じでまた次回の動画でお会いいたしましょう。林は西武でした、またね。